ありがとうございます。はい。ではここからは、第3部に出演する、この方を呼ぶ？え？呼ばなくてもいいかな。まあ、呼ぶか呼ばないかで言うと、呼ぶ。呼ぶー仕方ねえな、じゃあ呼ぶか。はい、ということで、第3部からは、この方です。見てくれてもいない、目も合わない、でもにゃはいにゃはいにゃはい、私が、こんばんは皆様はい、私が、たまにあた役の村、あ、いや、合ってる、私はそうじゃあそうじゃない、無ね、無、私が、たまにあた役の村川理恵です、よろしくお願いします。座れ！おー、座ろう見すぎ、見すぎだよ、どんだけ見んの、リエジョンだよ、リエジョンだけど。さあ、というわけでね、どんだけ見んの、まあまず村川さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、リエジョンだ、リエジョンだよ。いやー、あ、にゃほい、にゃはい、すみません、そのニャッホイについてちょっと説明をぜひとも。あ、わかりました、うん、このニャッホイというのはですね、エトタマのニャータンという、うん、そういうキャラクターがいますね、うん、そう、あ、いいですね、ニャッホイしてます。そのニャッホイで、どっかぶっちゃってんのよ、そのニャッホイがそう、まだニャッホイ初心者だから、そう、はい、ちゃんとしてね、初心者じゃなくてね、ニャッホイの大体こんな感じで、ね、今見ていただきましたけども、そういう感じとなっております。さあ、というわけでね、まあ、今回ね、このラジオを盛り上げていただくために、お越しいただいたわけなんですけれども、本来はですね、3人で始めましょうみたいなことが言われていたんですよ、言われていたんですけれども、この3人が揃うとですね、とても尺を取る、時間がかかる、とてもじゃないけど1時間じゃ終わんない、そういう説明がございましてね、いろいろと、こういう風なゲストという形を取らさせていただきました。皆さんね、ここからは、どういう形になるのか分かりませんけれども、まあ、短い時間なのか長い時間なのか分かりませんが、ぜひともですね、楽しんでいただけると大変ありがたいなと思います。やばるな、やばるな、俺のだっけ。大きい声と変な顔。うわー、楽しい、楽しい、お祭りって感じする。まだ直前だよ、前夜だよ、前夜どころの騒ぎじゃねえよ、もう全然全然前夜ぐらいだよ、ねえ、すごいよ、なってた、全然全然前夜ぐらい、あ、前じゃねえよ、うるせえさて